ってくれなくてもダメなものはダメなんだから二人とも何も悪くないよねに夢中でスライムが接近していたこともアリスがさらわれたことにもすぐに気づけなかった確かに言い訳のできない失態ねいやいやいや謝んないでよちょっと頭上げてよ今回のことは紛れもない失態ねだけど考え方によっては幸運とも取れるわ痛い目を見たおかげで次からは同じ失敗をしないよう強く心がけるでしょ今回のことをただの失態と捉えず今後の戒めと取れば決して高い授業料ではないはずよかぐやってポジティブなんだねそれはどうかしらよし、次こそは絶対活躍してみせるんだから。こちらこそ。いいチームにしようね。それじゃあ、チームの結束を高めるために、これから親睦会しない？私は構わないわ。見かけは都合が悪いのかしら。何か予定でも？そうこなくっちゃそうと決まれば御影の家へレッツゴーだよ私の家は弟たちがうるさくてくつろげないんだもん別にかぐやの家でもいいけど今回はなんとなく御影の家かなってじゃあ決まりだねアリさんもエギハラです。すっごい本物のゼロだ。超感動。握手してもらっていいですか？すっごい大きな手。これが王国最強の騎士の手。弟たちに自慢できちゃう。初にお目にかかりますかぐや刹那と申しますはいジン刹那は私の父ですいつも父がお世話になっておりますお会いできて光栄ですゼロいや無理無理だって私の憧れの人だもんゼロみたいな騎士になるのが目標だしそうじゃなくって
ゼロみたいな強い騎士になりたいなって。だってすごいじゃん。魔法も使えないのに王国最強なんだよ。長い王国の歴史上、常に最強と謳われ続けたのは魔法と剣技に優れた神聖騎士団の団長たち。そこへ剣の腕のみで割って入ったゼロは、確かに全国民の憧れの的でしょう。持って生まれてきた人間以外、どんなに努力したって使えないんだもん。魔法って生まれた瞬間からスタートラインが一緒じゃないなんて、なんかすっごい不公平だよね。いいえ、どうもしないわ。チームの親睦会をしようかなってお邪魔しちゃいました。ご一緒してくださいませんか。賛成。こんなチャンスめったにないもん。いろんなお話いっぱい聞きたいかも。じゃ決定。やったー。今日は人生最高の日かも。うむ、まずは本日のミッションご苦労。なかなか見事なお手並みだな。想定していた時間の半分で達成するとは思わなかったぞ。喜ぶのは早い。確かに見事なものだが、結論から言えばまるでなっていないな。貴様らは何のためにミッションを与えられているのか理解しているのか。いな、しているはずがないな。もし理解しているならば、このような結果を招くはずもない。誰がたった一人で目標を殲滅しろと命じた。私はチームで目標に当たれと命じたはずだ。それともヒーローを気取りたかったか。まあいい、ただし同じことはもう言わせるな。以上、解散。怒られちゃったね。見かけの動きについていけなかった。私たちにも問題はあるわ。そうそう、チームメイトなんだし連帯責任ってことで。でもさ、スライムの時も思ったけど、見かけって超強いね。必死見習いのレベルじゃないよ。確かに、おそらく見かけ以上の剣の使い手はこの学園にはいないわね。教官も含めて。私は客観的に事実を述べているだけよ。いや、
ごい人とチームになっちゃったよ。足を引っ張らないように今まで以上に頑張らなくっちゃ。私も精進しなければいけないわね。というわけで少し残って特訓していかない？私もと言いたいところだけど、この後の予定が入っているのよ。そっか、まあ急な話だしね。それじゃあ今日は二人だけでしよっか。では先に上がるわ。また明日。うん、またね。オッケー、バッチこいだよ。てっ、ありゃー、ふー、なかなか崩せない。憎たらしいな。あ、全然危なくないじゃん。ちっとも当てられる気がしないよ。分かってたけど、ここまで実力差があるなんて。少しはやれるって思ってたのに、自信が粉々だよ。どこが？嫌味にしか聞こえないよ。そう言いながらまたあっさりかわした。こうなったら何が何でも一本取ってやるんだから。って、いや、チェスト！まだまだ！って、大丈夫だけど、すぐには起き上がれないかも。って、何してんの？だったら、早くその手を解けてくれないかな？